子供のハートに火を灯す、どうも家庭教師哲夫です。さて今日は2022年春の出張企画、奥さんにさよならを告げて新千歳空港を立ちます。空いてますね、座りたい放題です。さて着きました東京です。東京は池袋に着きました。札幌はまだ雪が残っているというのになんて暖かいんでしょう。西口公園はしばらく見ない間に近代化が進んでおります。ホテルについて一息つこうとマッサージチェアに座るも、ちっちゃい。マッサージチェアが小さいのか、家庭教師哲夫が大きすぎるのか。わー、暗く。さて待ちに待った対面授業、一人目はマンションの公共スペースを貸し切りにしてくださいました。いいでしょう。無敗に趣旨のオリジナルの覚え方を伝授してます。アブハチ、アホヒグマ、わかりやすいヒグマの絵を添えて脳みそにプレゼント。さてお次は双子ちゃん、息ぴったりの一卵性ソーセージ。これ出てから出てたらこれで開けるし、これが出てからこれが分かるよね。ドラゴンボールが大好きな二人からの無茶ぶり。左で悟空、右手でベジータを描いてくれと、そのリクエストに応えられるのはこの広い宇宙の中でサイヤ人を含めて家庭教師哲夫だけ。形がよく先生さん、子供たちと写真撮ってもらって。仕事の合間にやってきました代々木公園でストリートバスケ、知らない人たちに混じって家庭教師哲夫を頑張っております。でも目立たないようにナイスパース。代々木公園といえば昨年の出張企画のリベンジを果たすべくダンクチャレンジ。あれできたかも。昨年何回やってもできなかったけれども、受験期も筋トレは欠かさなかったのです。ダンク。なんと垂直跳びでもできました。ダーン。ギリギリいいレシアだけど、この後測ったところ、代々木公園のリングの高さは平均して7センチ低かったです。298センチくらい。お次は親子で動画のファンだと言ってくださった新小6の女の子。苦手だからこそ分かりやすく社会を教えております。そうそうそう、イスラム豚肉なんだ。でヒンズー教が、家庭教師哲夫の生弾き語りが聞きたいということで調子に乗って格好つけて歌ってしまいました。 There will be an answerLet it be, l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 et it be. Whisper words of wisdom, let it be.お次は虫捕り大好きネイチャーボーイ、暗算ミスをなくすためのトレーニング、哲夫先生考案トランプ計算の勝負です。よっしゃテントウムシが机だ。テントウムシはどこにいるか、机の上に歩いてる。イメージ力を使った暗記術を伝授しております。でワン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 っていうのはテレビだ。ワン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 、何言ってんのかな。テレビつけてほしかった。そして今回の東京企画では有名 YouTuber のトマホークさんにインタビューを受けました。はいでまあそうですね、当時に今 YouTube があったらよかったなって感じ。そうですね。アップされるのは来月か再来月だそうです。ぜひ楽しみにしていてください。トマホークチャンネルに登録してお待ちください。お次は新小5の男の子、それでもかっていう筆圧で算数頑張ってくれました。これ読める？ちゃんと読める？授業後に色紙にじゃあ何書いてほしいって聞いたところ、答えはワニ。え、ワニ？あのワニ？なぜ？小学生の頃に練習していたあの記憶を呼び覚まします。自己中ではない、自己中ではないよな。自分の感情ではなくどうしてるって言った。国語記述に悩む男の子。自分の感情じゃなく他の人の気持ちに流されてる。それ。後半乗ってきて苦手な記述をモリ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 たくさん書いてくれて嬉しかったです。そしてもう一人有名 YouTuber の明日の縄文人さんにもインタビューをしていただきました。あの東大に受かるっていうところも、まあ、親に認められたお父さんに認められたいっていうところが一番大きかったと思って、そこでやっぱ見放されたら辛くないですか、やっぱり。こちらの動画はもうアップされております。サムネはこんな感じ、概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。とても見応えがある内容となっております。明日の縄文人さん、心からありがとうございます。実
本編動画ちょっとだけお借りしました。こんな感じ。哲夫さんとピッチリ2人来ていただいたありがとうございます。それでも覚えてもらうために連れてきただけなんで、はい、もう喋りません。あ、そうですね。じゃあ一人ですね、はい、今回はですね、その東大に受かって中退して、まあ、今家庭教師をされてるんですけども、今までにどんな人生をですね、まあ、歩んできたかっていうのね、いろいろお伺いしたいなと思います。さて、家庭教師哲夫、40代からの本気バスケ、行き着いたところは新宿スポーツセンター。若い人たちがバスケをしております。結構体が大きい人たちです。どうやらほとんど中国の方たちで、日本語は片言でした。あれ、なんか動きからして上手じゃない？はい、勇気にもう溶け込んでます。家庭教師哲夫、シュート決めてます。ズーズーしいですね。はい、もう一回。これね、最初のうちに決めとくの重要なんですよ。そうすると受け入れてくれますね。この人すごいですよ。おわー、見ました。今90キロの僕をなんと吹っ飛ばしました。ドカーン、これすごいですね。ということはこの人100キロは優に超えてるでしょう。さあ、負けるな哲夫先生、頑張れ。シュート入った、やった、これが筋トレの効果です。さあ、ディフェンス頑張りましょう。今度は吹っ飛ばされないぞ。ナイスディフェンスです。グッドディフェンス、哲夫先生、グッディグッディグッドディフェンスです。よし、足が止まった。ボール奪っちゃえ、ボール奪っちゃえ。おー、奪った、やった。そして次のチームの相手はでかいですね。哲夫先生よりはるかにでかい。後で聞きましたらこの人195センチだそうです。哲夫先生、果敢に攻めのディフェンスをしてますが、体がついていかない、やられております。でも入らなかった、なんとかなった。さあ、次は哲夫先生、いいとこ見せられるか。よし、攻めてけ攻めてけ。あー、入らない。終わりよければ全てよし。さあ、自分よりでっかい人とやるのは本当に楽しいですね。果敢にディフェンスしております。ただ技術がすごい。ディフェンスナイスですと思ったら抜けられた。あー、よかった、入らなかった。さあ、次哲夫先生、ボールをもらいます。頑張って、シュート、これ入る、入らない、惜しいです。またもらった、シュート、これ入れば。で、結局1本も入りませんでした。その後この195センチの人に話しかける人懐っこい哲夫先生。そうです、ダンクできないですかって聞いてみたところ、ギリギリできますよって言ってくれたので、やってくれました。ダンク、かっこいい、これがダンクです。哲夫先生も今年こそはこんぐらい余裕でダンクかましたい。とりあえずジャンプ、あ、やっぱりちょっと高さ結構足りてないです。やっぱり体育館の正規の高さだとジャンプちょっと、やっぱりね、ちょっとだけ足りないですね。これ今年リベンジしたいですね。さあ、ここからは名古屋編です。私間違えた、24と8と、あ、違うでしょ、48、72、80ね。あ、あ、うん、いやー、ピチュリくんめっちゃ可愛いんだけど。小5と小2の姉妹さんです。あれ、思った、これ何、やっぱり今は鬼滅の刃なんですね。見たこともないキャラを描いてます。あれ、これ何、で、この子が持ってる。お次は算数大好き理系女子、なんと両手書きでピチペンペンくんが書けるということで書いてくれました。哲夫先生が小学校の頃はまず解けなかったであろう問題をバンバン解いてます。うん、素晴らしいね。春休みに帰省しているというお兄ちゃんともパシャリ、数学を教えました。ピチペンペンくんを両手で書いてくれた嬉しさから、リアルピチペンペンくんをお返しに書きました。さあ、出張企画ももう終わりです。札幌に戻らなければ。空港って天井広くてなんか雰囲気いいですよね。見てください、空弁が売っております。空なんでしょうか、1100円、これ空なんでしょうか。はい、哲夫先生恒例のマッサージチェア。あ、眠そうですね、眠そうですね、寝そうですね、今にも今にも寝そうですね。お待たせいたしました、皆様は機内へとご案内いたしますが、最前列のフォワードシートご利用のお客様へ機内へとご案内いたします。もうお時間です、行かなければ。あれ、まだ動いてる、これ誰か乗ってるのかな。あれ、誰もいないように見えるのにまだ動いてる、これもしかして誰か寝てるのかな、これ誰か寝てる。リリック、さ、先ほど買いました辛弁です。味噌だれをかけます、うまそう。名古屋名物の味噌カツです。これ食べたかったんですよね、空で食べられるとは。そして銀のやつ、うまいですね。味噌カツ、カツだけに勝利の味、札幌ドライも勝利の味。味噌カツのカツは油で揚げるフライ、そして今哲夫先生は空の上をフライ。いやー、いい体験ができました。2022年春の出張企画、11月秋にもやりたいと思っております。おや、あれなんでしょう、なんか筋が見えますね。何ですか、このナスカの地上絵のような、続いてます、白い筋が続いてます。これすごい距離ですね。え、あんな続いてんの、万里の長城張りじゃん。不思議なもの見ちゃった。
はい、到着北海道、数十の言語でようこそウェルカム、いっぱい書いてあります。北海道の形になっております。奥さんが迎えに来てくれました。2週間の間になんと妊娠でちょっとお腹がぽっこり。これが元々のやつが押し出されてるのか。ねえねえねえ自前っぽくなくなってきてレンタルっぽくなってきてマジか、すごいじゃん、でかしたね。